交通情報をお伝えします。JR 東日本によりますと、高崎線はア尾駅での人身事故の影響で、東京から高崎駅間の上下線で運転を見合わせています。再開は8時頃を見込んでいます。対象地域の方は JR 東日本のホームページまたはツイッターなどで最新の情報を確認してからお出かけください。